じゃあまず説明しますね。1が出たらホリデー快速鎌倉に乗りたいと思います。で2がグランクラス、2が出たらもうこれ問答無用でグランクラスに乗ります。で3が出たらリゾート山鳥、これは、まあ、山鳥の列車なんか適当なやつに乗ります。行きましょう。何が出るかな、何が出るかな、それはサイコロ任せよ、ドン。なんだ、おお、あ、ちょっとあんまりでかい声出しちゃったということで1が出たということで、あんまネタ的にはね面白くないのかもしれないけど、じゃあとりあえず今回は僕が乗るのは、ホリデー快速鎌倉号に決定いたしましたということで、はい、じゃあねこれに乗ってきます。であの9時にしたので、この9時を引いて出た駅から乗りたいと思います。で開いて書いてある駅から乗りたいと思います。まあまあいいんだけど、北鎌倉から鎌倉だったらさ、そう5分しか乗れねえじゃんみたいな。じゃあ開けます。あ、これイロハスです、はい、じゃあどうぞ開けてみてください。どうぞ。ドラムロールに合わせて。おおおお、西国分寺です。西国寺からあ、いいじゃない、いいんじゃない、西国分寺でしょ。あ、いいね、当たりだね。
確かに地下に行くやつが横浜ハザーに行くやつ。ああそうだったね。で地上で分岐するのが東高島に行く。ああ綺麗だからわざわざ戻ってしまありがとうございました。終点の鎌倉です。